はい、どうもトラッチの無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でログインが、1880日目ですね。はい、現在2024年8月9日の、午前9時37分なんですけども、今回ですね、契約書の方を、ね、開封したいなと思います。はい、ゴールド契約書を10枚開封します。で、あとプロスピ妖怪道のこれですね、はい、プロスピ妖怪道の累計の S ランク契約書ありますんでね、契約書開封して、まあ、ぜひ阪神の選手ね、もう A ランクでも S ランクでも来てほしいなと思ってます。はい、できれば S ランクでね来てほしいですね。はい、それでは早速いきます。ゴールド契約書10枚からいきますね。1枚、2枚、3枚、4枚、5、6、7、8、9、10ですね。はい、まあ、10枚開封しますんでね、まあ、できればもちろん S ランク来てほしいですけどね、 A ランクでも阪神の選手来てほしいです。いきます、ゴールド契約書10枚お願いします。来い。わあ、あかんそうやな。S ランクお願いします。さあどうでしょう、ちょっとオールビー臭いなこれ。オールビーっぽいな。さあどう、せめて A ランクないか。渋いなおい、オールビーっすねこれ。いややな、 A ランク1枚ぐらい来てほしかったな。はい、オール B ということで残念ですね。はい、はい、それではプロスピ妖怪のこれですね。はい、S ランク役所いきます。もうぜひ阪神の選手ね、もう誰でもいいんでね、もうかぶりでもいいんで、来てほしいなと思ってます。いきます、プロスピ妖怪の累計 S ランク役所お願いします。阪神来い。さあ誰でもいいよ阪神やったら。さあ来い阪神お願いします。島内選手。楽天ですね。はい、残念。はい、まあまたミキさんに回します。はい、しゃーないですねこれはね。はい、プロスピ妖怪道の累計 S ランク役所は島内選手でしたね。はい、まあ一応ねこれありますんでね、これまたちょっともうちょっと、まあ、もうすぐ開封するかもしれませんけども、はい、これを楽しみにしてます。はい、まあ一応ね、今回ね追加されたんがね、ちょっと A ランクの持ってない選手、2名やったんですよね阪神がね。前川選手と岡留選手やったんで、ちょっとね S ランク実務契約書一応あるんですけど、ためらってるんですけど、まあでももう言うてね、純正最強決定戦までそんなに日ないんでね、まあ次の動画ぐらいでもしかしたら開封するかなと思うんですけどね。はい、まあそこでまた狙いたいなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じですね。ゴールド契約書10枚はオール B、プロスペ妖怪道の累計の S ランク契約書はね、残念ながら阪神来てくれませんでしたけどね、まあ、S ランク実務契約書1枚、V ロードのね優勝報酬のやつ持ってますんでね、そちらまあそうですね、キンキンに開封すると思いますけども、はい、そちらでちょっとまた狙いの選手ねいますんで取りたいなと思います。はい、はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金覇王ロード阪神純正編でした。